はいみさんこんにちは声優の前の智亜です今回はですねかねてからやりたいと思っていたこちらやらせていただこうかと思いますじゃじゃんアンサンブルスターズパシャコレ <music>、えー、今回今回 手元にあるのはアイドルショョットバージョン4でございますね、えー、非常に人気のパシャゴレシリーズなんですけれども再販となったこちらのシリーズをムービックさんのサイトの方で自腹で買わせていただきまして先日届きました皆さんご存知だと思うんですけれども全13ユニットそしてレアにはですね金箔押しサインが入っている中ごって、えー、私が え声担当させていただいております日高北斗そして所属しているトリックスターこの4人はねちょっと揃えたいですね。果たししててこののワンボッッククススでトリックスター4人そして日高北斗引けるのかえまあでもねえ全13ユニットもいる中でまあいろんなキャラクター入ってるんでまあどういうキャラクターがねこのワンボックスに入っているのかっていうのをちょっとやっていきたいと思いますんでねよろしければ最後までご視聴の方お願いいたします。 こちらの公式さんもぜひあのあのやっていただけたら嬉しいですというふうに言っていただきまして、ええ、やらせていただきますということでねじゃあ早速開封していきましょうかさあ開きましたあこういう感じになってますね何が入っているんでしょうか全10パックに3枚入ってるのかなさあこれが運命の10パックですじゃあ記念すべき 1> 1パック目あげちゃっていいですかいきなりきっと来ますよ今回はいきなり北斗がきますよじゃあ上げさせていただきますさあ記念すべき1パック目えラ、ー、ン・ナギサ・ナグモ・デ・ナルカミ・アラシですねはい とということでね、えー、まあアダムのランナ、ねえーギサー諏訪部さんが声を担当されている非常にラスボス感がある強いキャラクターで、えー、そして、えー、流星隊の南雲君、くん吉木 i k 君が声を当て、えー、担当されているキャラクターですね。流星隊はね本当にねあのファンミーティングでご一緒させていただいてもね本当に皆さんのメンバーの仲が良くてなんか見ててほっこりするチームですね。そして えー、ナイツの鳴み嵐君でございますね、えー、裸ショットが非常にセクシーですねまああのー、でもバランスよく入ってる、まあ、判明しましたんで次はね多分あのきっとあれですよ引けますよさあじゃあいきますこちらですさあこれでトリックスターが3人入ってるなんてことにきっとなります、ね、はい。 えー、フィーネのテンションインエイジさんですねそして、えー、スイッチの坂崎夏目さんそしてなんと来ましたトリックスターはーい秋吉スバルくん来ました俺はねいいんじゃないですかスバルが割と序盤で来てくれましたまあなんと言ってもトリックスターには欠かせないこのスバルくんですねそして、えー、非常に強いテンションインエイジさんそして坂、えー、崎夏目さん マジちゃんですねいや,いやでももう目的の一つは達成してますしねうんこれなかなかいいんじゃないですか、うん、まあでも今んとこそのなんだレア的なやつは出てないですけれどもそれでも全然いいと思いますさあじゃあいきましょうか、うん、さあじゃあちょきちょきちょきといやこれあるな割と序盤で。 さあじゃあ三パック目開封します。停電やよ。はい、えー、深海カナダ。そしてこれは日向君の方ですね。そして佐久間律でございました。はい。えー ふかふかで、ね、有名な <laughs>、まあ、流星隊の、ね、西山くん演じる新海かなたくんですしあとそうですねあのファンミーティングの方でもお話しさせていただいた非常に演じ分けが僕個人的に好きな t ュ,ュインクのひなた君の方が来てくれましたそして山下君演じる佐久間律でございますね。えー、まあ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 ,まあ、まあ、今のところちょっとあれはそのレアっていうものはまだ出てないですけどどう,などういうふうな確率なんでしょうね まずは早速じゃあちょっと4パック目行ってみたいと思いますさだ波純くんとれは博士君かおるくんかであと青葉つむぎくんですございますねねえまあこう見るとね本当に個性的なキャラクターたちばかりですねやっぱり一人一人のね 何だろう個性っていうのが非常に強く出されているのがアンサンブルスターズのキャラクターの特徴でもございますからねこれは皆さんねやっぱりねそれぞれ推しキャラクターっていうのねたくさんいらっしゃると思うんですけれどもまあ今回は僕はやっぱり何と言っても日高北斗そしてトリックスターをなんとか引き当てて今度みんなに会ったたらそれを配りたい <laughs> さあ折り返しでございますかね。 来るだろう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 ,うりゃお,おおこれはまず、えー、トモヤですね、えー、トモヤくんとおそして、えー、先ほどの平田くんに続いてゆうたくんでございますがねはいそしてなんとアドニスそしてアドニスのレアでございます金色の金箔のサインがありますねいやーここでアドニスがレアで お迎えするここととができたちゅうことは、ね、アドニスでも実はアンサンブルスターズのキャストの中でも非常に何、えー、<laughs> だろうよく話題に上がるキャラクターでございましてテレビシリーズのガヤの時に、えー、カジ君とかとね「とあのアドニスだアドニスだアドニスだ」なんてガヤを一緒にやって <laughs> 非常に場が盛り上がったあの今思い出しましたけれどもそんなアドニス君が。 金箔のサインということで、えー、ありがとうございますはいまあでもいい感じじゃないですかやっぱねえかぶってませんしこれはね後半戦ですけど期待できそうさあ後半戦いきましょう6パック目でございますでもそろそろちょっとドキドキしてきました <laughs> これね公式さんももしかしたらごあのご覧いただくかもしれないんでここはちょっとやっぱね 北斗担当している身としては北斗を当てないとちょっとこれはおそうこう言っているうちに、えー、ナイツのお瀬名泉くんですかね瀬名泉そしてはいマダラくんですね、えー、鳥海さん演じる三毛島マダラくんそしてなんと平川北斗くん 似てますか浩介さんもホクと僕の手でちゃんと引き当てましたはいいやこれはでも今回の,あの目的はもう達成したあと残りのトリックスター2人はこれから出てくるはずなんで、えー、やりましたなんかレコーディング時とかに浩介さんにネタにされないぞ <laughs> さあ来い7パック目はこちらでございましたででん みつる君、えー、森沢千秋さんそして日和先輩ですかねはい巴日より先輩ですかねいや巴日より先輩とはねテレビシリーズでもねいろいろバチバチとやり,やり合いましたけどもそしてまあ流星体の森沢さん非常にかっこいいですよねなんかさっきも言いましたけど流星体のこのなんかまとめ上げてるっていう感じがすごく好きですそして、えー、かわいい、えー、天馬充つる君はい。 なかなかトリックスターの他のメンバーがね出てきませんけれどもこれから出てくるでしょうさあ倉庫行ってるうちにもう終わりが見えてきてしまいました八パック目でございますくる真央と勇気早く来い伊佐野と勇気早く来いうりゃ <noise> はい八パック目こちらでございましたはい。 えー、姫宮ちゃんとお佐久間先輩とお茨ですね。<laughs> いやあの僕でもこの三人アンサンブルスターズの登場キャラクターの中でもすごい好きな三人なんでこれはこれで非常に嬉しいです。そしてなんとこの茨君が金ピカの会員、はい、でございました。金ピカでございましたね。はい。これこれで金箔で合ってるよね。<laughs> およそうデフォルトの ということで、えー、こちらは後日あの大阪くんにお会いした時に <laughs> あの差し上げようかと思います。はい。さあちょっと次でい次で一皿マオくんがちょっとユキくん来ないとちょっと厳しい戦いになりそうですね。さあ泣いても笑っても残り二つです。 来るのか果たして来るのか俺の気持ちはトリックスター4人も結びつけることができるのか9パック目はこちらですトリオ9パック目こちらでしたデデンはい、えー、大神さんそして五木先輩そしてなんと来ました、はい、イサラマオくん来ましたトリックスターでございます <laughs> さあトリリスタリーチですあとは、えー、結城誠君森久保さん演じる結城君が来てくれればこの果たして10パック目に彼は入っているんでしょうか俺は知っているぞ結城おとぼけキャラも必要だということをそれでチームをいつも和ましてくれてるよないつも感謝してるぜなんて話をファンミーティングの楽屋でもね えー、みんなでしたんですけれども果たしてそのゆきくんいるんでしょうかさあ僕のトリックスタウン試されています10パック目いざはあ泣いても笑っても最後の10パック目はこちらでございましたはい桐生、えー、さんでございますねえー、この。 たけたけしい顔にそのギャップがすごくたけたけしい顔たけたけしいお顔と存在感の裏のそのあるギャップがね僕すごい好きなんですけどね、えー、そして二、えー、ナズナちゃんでございますね「ラビッツの」の、はい、とても可愛らしいキャラクターなんですけれどもそして最後がこちらの方でしたはいえー、響き部長でございましたえー 非常に北斗とも関係性の深いキャラクターということで、えー、延命いたものは確かに、えー、感じておりますしかしトリックスターの最後の結城くんが出ませんでした。ってことでまあこういう結果にはなったんですけれどもおまああのいわゆる金箔レアこちらのね岩田とアドニスってましたしそしてまああの3人でしたけど。 トリックスター3人引くことはできました。はい。えー、僕のねやっぱ持ってる。運がもう少し。あれば4人揃った姿をお見せできたのかもしれません。けれども、まあでもね、えー、なんとか3人はちょっとお迎えできたってことで、まあ、これはこれで良かったんじゃないかなというふうに思います。えー、パシャこれね。いろんなシリーズありまして。 えー、他にもオークショットバージョンとかもありますし結構ね、えー、再販も定期的に行ってるみたいな話だったので、えー、よければね皆さんもお買い求めいただいて開けてみていただけると嬉しいなというふうに思います。ししのメンバーをね皆さんお迎えててあげてくだということで、えー、アンサンブルスターズパシャコレ開封の木。 これにて一区切りとさせていただこうかと思います、えー、引き続きアンサンブルスターズ、えー、応援の方どうぞよろしくお願いいたしますということで今回の動画もありがとうございましたまた次回の動画でお会いいたしましょう